英音楽グループ、サムソンのボーカリスト、ニッキー・ムーアが死去した、ヘビメタルのパイオニアだったニッキーは、パーキンソン病との戦いの末、3日の朝、75歳でこの世を去った。ニッキーのウェブサイトには、肉体的にも精神的にも大きな存在であったニッキーが、今朝亡くなったことを皆様にお知らせしなければならないのは、非常に悲しいことであり、耐え難いほど重い心境です。一人で何千人分もの生涯を生きたニッキーは、休息が必要だと判断したのです。安らかな眠りを、親愛なる友よ、私たちはみんなあなたがいなくて寂しいです。ニッキーは、1970年代初頭に発見サックを結成、その後にタイガーへ加入、1981年にアイアンメイデンに移籍したブルース・ディッキンソンの後任としてサムソンのフロントマンを務めたことで知られている。その後、バンドを脱退したが、1990年代に再加入、1990年代には、ニッキー、ムーア、アンド、ザ、ブルース、コーポレーションを結成したほか、ボーカルコーチとしても活躍した。サムソンの最初に離れた後、ニッキーはマンモスというバンドで歌い、1989年の解散までに2枚のアルバムをリリースした。2006年には元ナザレスのギタリストのマニー・チャールトンらと組んで、From Behind という名前でアルバムを出している。ニッキーはかつて、自動車事故であばら骨が2本折れた後にライブを行ったことで、知られており、かつてこう語ったことがある。人はライブを観に来るためにお金を払ってるんだ。あばら骨が2本折れていようが、腕が落ちていようが、インフルエンザにかかっていようが、何だろうが、歌える可能性があるなら、僕は観客を失望させないよ。人々は何年も前からそれを分かってると思う。過去数年間に僕は片手で数えられるくらいしかライブを休んでないんだから、そうするためできる限りの努力をしてきたのさ。ネットの声、ニッキー・ムーアは確かに後期サムソンにいたけど、発見サックのイメージの方が強いかな。一方のサムソンは、ブルース・ディッキンソンやサンダースティックのいた時期のインパクトが強すぎて、その後のメンバーの影は薄い。サムソンの BFORE ザ・ STORM は当時叩かれてましたが、個人的には名盤でした。ご冥福をお祈りします。できれば参加したアルバムの再発もしてくれれば嬉しいですが、ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。